とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダージョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。タワー更新で22回です。今シーズンいいかもしれませんね。行きましょう。海、一発目から海か。行きます。もう、まあ1回だからね、余裕だよ。はいはい、まあまあ、後々どうなるかよね。後々どれぐらいの難易度になるのか。終わり、これで。いや、まだいた、楽勝だ。おお、スケールいいね。このスケールめっちゃいいよ。おお、スケールで、クールダウンかポーションバリアは、途中で決めようか。うん、いいアーティファクト出るんだったらクールダウンつけていこう。おいおいおい、海のやつ火力高いからね、注意していかないと。よし、でまた矢が出やすい。うん、多分矢は出やすく修正されたのかもしれないですね。本当に前のシーズンから矢が出やすい。おサイス、雷の杖怪しいけど、まあこれでいきます。いや、持っていったらよかったか。いいか、パワーで上げてもいいんだよね。まあ、ボス次第っていうところでしょう。うん、いや、なんか楽勝だよ、全然。今回楽勝。え、終わりじゃないこれで。序盤が全然余裕。おお、ダイヤモンドツルハシ。でもまあ、いらないかな。種を取っていきます。パワーシェイカーがね、出てきてくれれば嬉しいんだけども。いや、ほんとね、大したことなさそうだよ。 OKOK、 まあリッチがねちょっと出るけども、ほんとちょっと出るだけ。てか、なんかここのステージやったことがある気がする。あのリッチの配置はなんかやったことがある。あおーっと、何これ、クールダウン3じゃん。いや、でもいらんかいらんか。クールダウンありすぎてもね、アーティファクトがいいのなければ意味ないんで。いきます。はい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 、特に問題なしか。ネクロマンサーはちょっと遠しいけども、多いな。ネクロは確かにやたら出る。まだ出るんかい。おいおいおい、ちょっと待って、ネクロがやたら出ます。でも出る場所が分かってれば多分余裕かな。はい、5回おしまいです。あ、これは武器でしょ。あ、テンペストも結構ダメージ出るかもしんないけども、まあ慣れてるこっちでいきましょうか。まあ吸血と火属性ぐらい入れて、これどうしようかな。ポーションバリアの方しようか。あ、もうポーションバリアしていこう。クールダウンで火力も上げたいんだけども、これで
我慢しとこう。まずは終わり。はやはや今回本当に高速周回できるね。おーい、ドラとボンクラ。でもね、ドラはねもうここにしかない可能性があるので持っていきます。もしかして後の方で出るっていうならば、ボーンクラブ取って最後まで使うっていうのもありだね。うん、どうなることか。まだ出るでしょ、ここ。やっぱ出るね。前回ここね、レイスがめちゃくちゃ出たんだけども、今回はそうでもないか。あ、まだ敵が出てるけど。いいや、回ろう。いいね。どこい？何？なんでそんなとこいるの？もうそこずるくない？そこずるいっしょ。はい、7回おしまい。いいかな。で、商人。何が来る？金細工か。ならもう防具だ。はい、何がついた？トゲ1。まあ悪くないね。トゲ1悪くなし。で、ボス？じゃない。ボスではない。はいはいはい。まあ嫌な場所やね。エンチャンターも出て、ちょっと戦いにくいっしょこれ。よし、はい。でも敵自体は少なめか。少なめだね。うん、全然少ない。でボスがまだだ。いやー、いい、そのまま行きます。あ、まだ一発でいけるじゃん。さすがスケール、攻撃力上がってるんで。パワーがない武器でもクリーパーをワンパンでいけてる。これはね、素晴らしい。ナイス。こちらはいないね。いないかな。終わり？終わりっすね。いや余裕だわ今回。プレートいらないか。うん。あー、変えていこう。バジネスト。あー、でエンチャントまあまあまだ入れんでも良さそうだけども、まあ入れるか。せっかく溜まってるし。あんま出ない。なんかね、敵自体が結構少ない。うん、こんなに出ないっぽいね。いないんかい。全然いないじゃん敵。終わり？これで。いや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 、楽勝すぎ。いいかな。てかボスが出てこないよ。うん、残りあと10回だけど、ボスがまだ出てない。最後にボスラッシュが来る？どうだろう。いやいや、楽勝すぎるぞ今シーズン。おう、今シーズンめちゃくちゃ楽だ。
う終わり？いや、早い、早い。いいかな？で、ようやくボス。ボスだけど、多分余裕。何が来る？2体。はいはいはい。嘘嘘でしょ。何この余裕さ。ああ、クールダウンついてるけど、エンチャント良くないね。そのまま行こう。いや、楽勝すぎ今シーズン。まあ、こっから難しくなる、もしや。あ、でパワーね。ああ、なるほど。雷の杖持ってきてパワーアップさせるっていうのも一つの手かもしれませんね。んで次行こう。これすぐまたボス来るんじゃない？2回ぐらい通常ステージあってすぐボスが来そうな気がする。ナイス。ちょっと待って、マジで余裕。よし。もうあとこいつらしかいないじゃん。終わり？なんだこれ。まあパワーシェイカー間違いないでしょう。まずはスイッチを押しに行こうかな。まずはこれから行きます。あぶね。ちょっとあんま欲張らないようにしよう。はいはい。あ、いけたな今の最後の。いけたわ。でどうせ敵少ないでしょ。いや違う、俺あれだ、バジネスト全然使ってなかったわ。使う必要すらなかった。いけ。いやいやいや、楽勝すぎるぞこれ。え、お、大終わり？これすごいな今シーズンは。はい、楽勝。いやでもまあね、いいかいいか。耐久力はそんなないけど攻撃力上がってるのでよしとしよう。ナイス、いいね。あ、ちょっとここは敵多いか。いやでも多いって言っても知れてる。なんか結構固まって出るから弱っ。パワーシェイカーでもう一気にいけるもん。ここなんだこれ。あれ釣り竿もありね。バースト取っていこう。弓がまだノーマルだったんで使うか分かんないけど使わんかもしれん。使わないね多分。ちょっと待って、本当にね、クリーパーが多いとか、そういうのも全くなく、ただただ楽。まあ、この武器にね、吸血がついてるから、回復して、早々ピンチにならないっていうのもあるかもしれないですけど、あ、終わり？いや、まだいる、どこ？え、えらい変なとこにおったね。18回おしまい。え、ボス？次そろそろ。あ、ボスだボスだ。なんだこの配置をね、配置変な配置。エンちゃんと入れる？まあまあ一番。いやいや、ミスった、ミスった。まあまあ問題はないでしょうけど。ああ、なるほどね。
これドラ使えばもう速攻だったよ。はいはいはい、ポーションバリア中に倒しとけ。あー、トゲで倒した、トゲで倒した。なんか、いい装備はねえな。で、あれでしょ、この次がユニーク商人、ユニーク商人何にするか、ユニーク、商人来るよって次。あ、いや違う、商人なしだ。うん、今回ユニークの商人は、出ないっぽいですね。うん、たまにあるもんね、商人が2回だけっていうシーズンが。今回はそれみたいです。終わり？あと1体ぐらいいる？あー、いた。おーい。はい、楽勝です。あー、で雷の杖あるじゃん。あー、でもソウルがない。うん、最初から持っていって貯めた方が良さそうですね、雷の杖を。で、多分どっかに虚無武器があると思うんで、それを持っていって良さそう。いやいや、もう本当にね、今シーズン楽なので、このボス戦を意識して、やっていっていいかもしれませんね。しゃ、もうちょいで終わり。あ、え、あと2匹だ。こいつでおしまーい。いや、なんとも楽勝な回でしたね、本当に。アップドラフトをちょっとつけていきましょう。ボス何が来るだろう。にしても本当にね、本当に楽。ああ、いや、あんま意味なかった。まあいいや、行きます。これでね、15分以内で行けるよ。15分以内で結構余裕でクリアできると思う。はい、もう防具もね、パワー 85?でも全然耐えていけてる。うん、もう武器とかそういうのはもう火力特化でいいかもしれないですね。はい、いやー、なんだ今回マジで楽勝だった。今までで一番難易度低かったかもしれません。いらない、こっちだね。あ、防護3とかだったら嬉しいかも。あ、全然ダメです。はい、報酬良くないけども、周回はすごくしやすいと思います。今シーズン。めちゃくちゃ簡単ですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。